どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日はですね、 R リーグ、僕が運営に入っているですねリーグ戦があるんですけれども、それの先日3位決定戦と決勝戦が行われました。で、今回は3位決定戦でですね、見事5立てしてですね、5人抜きをして、6人のチーム戦よ、それで5人抜きをした、MVP を獲得したですね、玉ぐすくさんのレシピをご紹介させていただくことになりました。スキルデュエルスタンバイの天の岩とのパーミデッキなんですが、なかなか見たことがない組み合わせですね。これ召喚師アレイスターが組み合わさったですね、天の岩と召喚獣デッキでございます。でも基本的な動きっていうのは、まあ皆さんご存知は想像できる通りかなと思うんですけれども、まあ今回おそらく大会用でですね、風魔の順位を3積みしております。まあ今大会ではね、打天使とか、あと召喚獣とか、その辺が多いですから、まあそこに魔法カード、階段だったり、この召喚魔術だったり、その辺をね、パーンと止めたら相手動き止まっちゃったりするんですよね。だからそういう大会向けのあれだと思います。まあこの辺コンセントレート3枠でアレイスター3枠、天の岩と3枠で召喚魔術2枠、こことパーシアス3枠、ここはもう確定枠って言っていいと思います。で、あとここの枠をどう変えるかですね、それはもう皆さんのご自由に変えていただければいいと思います。候補としてはここ、生物とか、あとは分断の壁、銀幕、あの辺の守っていく札で、あとここは天罰だったりすっぱ抜きだったり、あとは逆端とか魔球のワイルドとか、そういうのありますよね。まあその辺で、お好きに変えていっていただければいいんじゃないかなと思います。ガードブロックは確か天の岩と守れないんですけれども、ただドローをすることでこのパーツを揃えることができるんですよね。天の岩とはあくまでも打天使とか出てきた時の嫌がらせ要因としてなんじゃないかな、おそらくこのデッキのコンセプトとしては。メインはエースメガラニカだと思います。メガラニカ、相手がやっぱ天の岩とかいるとさ、相手結構縦でここ潰しに来るんですよ。だからここ潰しに来た後のカウンターでメガラニカコンセントワンキル、対戦ありがとうございました、グッドグッドグッドっていうのが、まあ、メインの勝ち筋だと思うんですよ。だから、まあ、そこを意識してるんじゃないかなとは思いました。では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 、実際ね、どういう風な対戦になるのかっていうのを見ていただきたいと思います。それではご覧くださいませ、どうぞ。それではやっていきます。さあ、お相手種昇格戦でございます。デュエルスタンバイ。ハンドバネめっちゃいいね。天の岩とオスオスしてから、まあこの辺伏せて耐えんのかな。で、召喚魔術は2枚入ってるんですよ。だから2枚入ってるから1枚はブラフで伏せても全然 OK かなっていったところではあります。さあ、打天使イシュタム、おっといいのか、いきなり親族の打天使を捨ててしまっていいのだろうか。さあ、打天使の追放を打ってくる。打天使の追放でサーチしてくるのは、好きな打天使カードをサーチできるんですが、打天使の階段をサーチしてきました。さあ、打天使の階段を打って、これだったら要は結局天の岩とか出てきてしまうと、なんて言いますか、この親族の打天使がずっと使えなくなるんだよね。だからこれでいいのかどうか。さあ、ドロー、これだったらまず天の岩と召喚。さあ、ラグが何もないですね。さあ、ここカードセットでラグが出てきたから、あれはよいしょ、まあコズミックサイクロンじゃないかなとは思います。さあ、ここでカードを引いて、さあ、こっから闇遊戯どうするか。ここ分断食らうためなんだよね。異次元の精霊か。あ、やばい、生体量はやばい。待って、生体量はやばいよ、生体量やばい。ちょっと待って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 、ちょっと待って、ちょっと待って、タイム、生体量来ちゃった、やばい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 。でもあれ、後ろ小津祭って分かってるから、いや、これ一気にいけんじゃない。私、あ、小津祭打ってくる打ってくる、いいのいいのいいの、そこ打っちゃっていいの、本当にいいの。やったらですよ、やったら、ここもう行っちゃいましょう。リンネのパーシアス発動、これ見せて、ここ切っていきましょう。さあ、リンネのパーシアス見せたことによって、小津祭がデッキに戻り、俺はホーリーナイトパーシアスを特殊召喚。さあ、どうする、闇遊戯。これは相手ライフ残り3000でしょ、でも召喚剣使ってるでしょ、でマスティマー出せないでしょ、階段あったらちょっとめんどくさいでしょ、まあ、そういったところじゃないかなと思います。
さあどうする闇遊戯。え、これもう俺ほぼ勝ちまであるんじゃない。さあただこいつはね、あの殴るときにあの攻撃する場合ダメージす、うん、追放きたー。めんどくせえ、それめんどくさいね。追放めんどくさいけど階段、あーめっちゃ追放引くやん、めっちゃ追放引くやん。でもまあ蘇生はしないと。あ、なるほどね。蘇生してもよかったような気するけどね。まあ今の蘇生しなかったのが、あはは、来たー、これですよ、これ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 、召喚魔術発動。俺は墓地の天の岩戸と、手札じゃなくて、これ、ここが手札なんですよ。で、これが墓地なんですよね。ちなみに、ここ手札マークついてるじゃないですか。こんな感じで、ここで、融合召喚、現れろ、召喚獣、メガラニカ。さらに、召喚魔術を手札に戻すことで、こうやって、アレイスターを、よいしょと、戻してくることができる。そして、コンセントレイトを、手札に抱えながらメガラニカで攻撃。ここで自分コンセントレイトいいっすか。ただこれじゃあまだ足りないよな。よし、アレイスターを2枚掛けして、そうすると合計攻撃力は1万300ポイント。対戦ありがとうございました。このカウンタートラップで封殺してからメガラニカであのコンセントレイトをつけてですね、ぶん殴っていく、そういうデッキとなっております。ではやっていきましょう。これは非常にまずいです。多分これ天の岩といきなり出すより、多分アレイスターセットでカードに伏せしてパーツ揃えに行った方がいいんじゃないか説ある。これでターンエンドで、ちなみにあのアレイスターは初ターン、あのデュエルスタンバイの影響でモンスター効果発動できないんですよ。だからアレイスターは効果使えないんですよね。だからそこが注意が必要。だからセット入りが基本ですね。さあカードをいっぱい伏せたけれども何も起こらずターンエンド OK。 じゃあドロー、あ、召喚魔術引いた。めっちゃラグあるじゃん。なんだろうね、あれ。アレイスター効果発動。アレイスター効果使って、え、これさ、多分天の岩戸だから、そんな相手、警戒してないんじゃないかな。だから、あえてここは召喚魔術打つんだけど、OK。召喚魔術発動。召喚魔術を使って、ここで召喚師、アレイスターと、天の岩と巻き込んで融合していきましょう。で、よいしょ。これがフィールドなんですよ、このマークが。で、これが手札なんですよ。で、フィールドのアレイスターと天の岩とで融合召喚。現れろ、召喚獣メガラニカ。そして、さあ、ここでエネコン使ってくる。で、結構ずっとラグあったんですよ。ずっとラグあったってことは、あの多分1枚小ズサイだと思うんだよね。ここもあの裏セットの時にラグあったんよ、1枚は。だから小ズサイか、もしくはあ、マジシャンズナビゲートか。小ズサイじゃなかったわ、小ズサイじゃなかったわ。あ、そっちか、そういうデッキか。裏マジ飛んでくる。でイリュージョン飛んでくる。縦でいいんですか。でここでラグありますね。多分ハンドにもう一体マジシャンオブブラックイリュージョンいるんじゃないかな。だから相手ターンに使ったけれどもみたいなのがあるんだと思うんだよね。じゃあ召喚魔術使って、よいしょ、アレイスターを手札に加えていきましょう。そして召喚師アレイスターを召喚。アレイスターが、召喚に成功した時にこの召喚魔術を手札に加えていくことができます。そして魔法カード発動、召喚魔術。これは墓地の岩戸と、これフィールドのアレイスターを素材にして融合召喚。現れろメガラニカ。そしてバトルよ、メガラニカで攻撃。 OK、 ターンエンドだ。さあここ2体を一気に処理するのは結構闇遊戯がきついんだよね。ティマイオスの魔の子とかそういうのがあったら話は変わってくるんだけれども、そういうのがなかったら
しんどいはず。え、めっちゃラグある。なにそれ、絶対速攻魔法持ってんじゃん。さあカード伏せて、カード伏せて、いきなり伏せましたね。そんないきなり伏せる。エネコンほうで1枚は多分あれだからあのイリュージョンだからおそらく。さあ、こコントロールダッシュしてくる。 OK、 いいでしょう。では召喚師アレイスターの手札誘発効果発動。手札から切ることによって1000ポイント攻守がアップする。バイーン。さあ、あとはこれが何かなんだよね。ほんまにカウンタートラップ系引ければでかいんだけど、引きたいな。ドロー。あー引けた。リンネのパーシアスへ。あ、なんか変なことされても邪魔できる。召喚まで使ってここのアレイスターを手札に戻していきます。さあ何もラグないですね。ってことはあれが1枚攻撃反応あるかどうか。召喚獣メガ何かで攻撃。何もない。対戦ありがとうございました。こんな感じであのメガ何かビートもできるっていうのがこのデッキの特徴ですね。